好天に恵まれました横浜スタジアムです。セリーグ公式戦横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの10回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはベイスターズの先発ピープルズが横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。初球打ち、これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあそして打席には近本が入ります。さあ得点圏には先制のランナー。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。インローボー、ボール先行です。これが3球目、ファウルになります。外れていきます。まあここは安易にストライクを取りに行くと危ないかもしれませんよね。なるほど。さあ何を先引っ張った。さあどうだ。打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。一塁線落ちてフェア。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0。ベイスターズなおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。甘い球をね、ミスショットするようなバッターじゃないですからね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターボックスには3番バース。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。いいコースですが外れています。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割6分5厘となっています。打った、ライトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、フェンス直撃、二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。ベイスターズなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、甘いコースは特に禁物ですね。その警戒すべき大山が打席に入っています。これが初球、最初は変化球できました。これが2球目、引っ張った、レフトに強い打球、レフト下がっていく下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、3対0。ベイスターズなおもピンチです。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。立ち上がりを攻められています。
さあそしてバッターボックスにはマルテが入っています。さあなおもピンチの場面。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。さあ2球目は何か、はい、打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。バッターボックス新庄。ベイスターズこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。もう一球アウトローへ。これで2球続けて振らせました。3球目打ちました。ヒットになった。バックホームする。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。4対0ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは7番に入っている糸原。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ベイスターズ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん初球打ち、一気に右中間へ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁はセーフ。ベイスターズピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。そうですよね。まあそして彼にはインコースが甘く入ると危険ですから、しっかりコースをついていきたいですね。はい。さあここはしっかり抑えたいところ。切れていきます。ファウル。インコースの変化球見ています。さあ3球目は何か、高めに来た変化球ですが空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように打った。大きな打球になった。この当たりはどうか。センター深いところ破っていきました。サードランナーホームイン。二塁へ。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。5対0ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の西が入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。真ん中打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。6対0になりました。ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って真由美。まあベイスターズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい。さあどういうピッチングをしてくるのか。アウトコース、ファウル。打った。高く上がった。レフトが下がっていく、下がっていく、入った。スリーランホームランが飛び出しました。ベイスターズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。9対0、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは2番近本。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。1、2塁間、外取って、アウト。際どいタイミングでしたが1塁アウトです。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の砂田。さあマウンドを任されたのは砂田、今シーズン20試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ里崎さん、ここで変えてきます。打ちました。浅いフライ。
これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁、バッターボックスは4番大山。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャーっと抑えて高め打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。2アウトランナー三塁一塁、バッターボックスには5番マルテ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトながらランナー三塁一塁。次が2球目、低め決まってストライク。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど。さあキャッチャー打ちました。センター左へのヒット。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。10対0、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターは6番新庄。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ベイスターズこの回先制点を与えています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要でしょうね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。しかしこの回タイガース見事な攻撃でした。10対0、タイガース先制です。バッターは2番に入っている宮崎。昨日のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。フォアボールのランナーが出ています。高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。低めストレート、ストライク。ノーボールツーストライクです。また牽制、一塁はセーフ。引っ張った。この打球はフライになっています。上がりすぎました。レフト掴んでワンアウト。打順は3番佐野。2試合当たりが出ていません。ワンアウトになっています。さあ初球は何か。最初は空振りになりました。ファウルです。打ちました、流しました。これはどうだ。三遊間抜ける。ベイスターズチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス外、まあ、大量ビハインドですけど、まだ序盤ですからコツコツ返していけばまだまだ分かりませんよ。さあ序盤から離された格好ですが徐々に返していきたいところ。初球時弾き返した打球はセンターへ。セカンドランナースタートを切る。バッターボックス伊藤。2試合当たりが出ていません。ツーアウトランナー一塁三塁です。初球空振りです。ここは見ます。力のあるストレートですよね。はい、高めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ランナーは動けず見逃し三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。1回終わって10対0、タイガース大量リードしています。この糸原、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。一塁線ファウルです。打ちました。ヒットになりました。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。3塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、11対0ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。バッターは今日の先発ピッチャー西、今日はバットでも貢献しました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーッと抑えて2球目打ちました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁、打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打ちました、高く上がった、これはどうか、神里抑えてワンアウト、三塁へ送球する。バッターボックス近本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ファウルになります。2球目打ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。12対0ベイスターズ、なおも三塁二塁のピンチです。3番バッターバース、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそう。引っ張った外一塁へ、ツーアウトになりました。バッターは4番大山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。打った、レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、レフトオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、追加点が入りました。タイガース、レフトオーバーのタイムリーヒット、14対0ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。5番バッターマルテ、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね、はい、さあここはやり返し、打ちました、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。14対0タイガースのリード広がっています。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたが、いかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じですかね。そうですね、次の投球に期待しましょう。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。いい当たり、これは大きい、伸びていく、どうだ、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは7番糸原、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いています。バッターの糸原、今シーズン得点圏での打率は5割7分8厘、打ちました、セカンド取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。8番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナー三塁です。低め外れました、これもファウル、ワンボールツーストライクです。打ちました、
サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、15対0。ベイスターズもうこれ。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の武藤。さあマウンドに上がったのは武藤、今シーズン19試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。引っ張った、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。2塁へ送球する、2塁際どいが、これはセーフだ。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー2塁1塁。初球は何で来るか、まずは変化球。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、ホームに送球。これで2試合連続の猛打賞、ワンアウト満塁です。打順は2番近本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さあ引っ張った、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、ベイスターズなおも三塁二塁のピンチです。バッターボックスは3番バース。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打ち、音坂が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。バッターボックスには2番宮崎、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ、初球ボール、これが2球目。インドを見送っています。ボール先行です。打ちました、これで9試合連続安打。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックス佐野、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーは2塁1塁となっています。またファウル、ツーストライクです。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要です。このチャンスは空振りの三振。さあバッターは外、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。バッターボックスの外、今シーズンの得点圏打率は2割3分となっています。うん、4番なのでね、もっと打ちました。真由美セカンド送球、スリーアウトチェンジ。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、打席には4番バッター大山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは5番マルテ。打ちました、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。まずはボールから入りました。バッターの新庄、今シーズン得点圏での打率は7割1分4厘となっています。さてこの新庄どういうバッターなんでしょうか。まあ球を前でさばくタイプ。打ちました、いい当たりだ、下がっていく、下がレフトポール際、判定はファウル。インサイド落ちました、ヒットになった、バックホームする、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー3塁1塁。まず何を投げてくるか、最初は変化球できました、ボールになります。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。
里崎さん、ランナーが1人いなくなりました。よく阻止しましたよね。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ファウルになります。打った、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打ワンアウト三塁二塁です。さあ打席には先発の西が入ります。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。引っ張った、これはどうか、ヒットになった。ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。ベイスターズなおも三塁一塁のピンチです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱ打ちました、取った、二塁送球、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられる。打ちました、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日も3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。バッターは3番バース、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね、ヒットでランナーを二塁に置いています。2球目打ちました、ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。武藤を抑えてワンアウト。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、打ちました、大きな打球になった。センターバック、センターバックする、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスマルテ、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。宮崎抑えてツーアウトになりました。打席には6番バッター新庄、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット、ツーアウトランナー二塁。甘いコースでしたが見送っています。さあ2球目は何か、落としてきましたがこれは外れます。次が3球目、打ちました、伊藤、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。バッターボックス木戸、前の打席打たれたのは失投でしたからね、ここはシャキッとしないといけませんよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。スライダー決まっています。打ちました、これは浅いフライ、この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、
これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。さあバッターボックスには先発の西が入っています。まあ今日は行けるところまで行く感じでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。切れていきます。ファウル打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですがどうでしょうか。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の三島。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずは見送ります。ワンボール、インコース、これは外れます。ボール先行です。バッターボックスの真由美、今シーズンの得点圏打率は6割4分。アウトコース打ちました。取ってツーアウトです。バッターは2番近本。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。打ちました。ショートゴロ。大和一塁へ。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。タイガース大量リードしています。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんでこれ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうです。打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これで2試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを、高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで6打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。バッターは5番マルテ。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。バッターボックスには代打のオマリー。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。オマリー背番号1。初球は何から入ってくるか。打ちました。センターに強い打球、伸びていく。どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット。ベイスターズなおもピンチです。打順は6番新庄。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打を。初球打ち高く上がった、頭上入った、ホームラン、ツーランホームラン。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス糸原。初球ボール、打ちました。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで5連打ノーアウトランナー二塁です。ここでタイガース代走を送ります。和田セカンドランナーに入ります。打席には8番バッター木戸。今日はここまで5安打の大活躍です。いやー、もう手がつけられない感じになってますね。その通りですね。ヒットでランナーを2塁に置いています。
バッターの日戸、今シーズン得点圏での打率は7割飛んで9厘となっています。インコース詰まりました、掘ってワンアウトです。さあ打席には先発の西が入ります。まあ今日はいけるところまで行く感じでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました。この打球はフライになっています。宮崎が掴んで2アウト。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。真ん中打ちました。これはどうだ、センターへ抜ける。これが今日4本目のヒット。2アウトランナー3塁1塁。打席には2番バッター近本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナー3塁1塁と変わります。2球目打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ベイスターズなおも3塁1塁のピンチです。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の国吉。さあマウンドを任されたのは国吉。今シーズン16試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。打ちました、打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ベイスターズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ち上げました、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン。8回まで来ましたタイガースの攻撃。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ベイスターズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。大きく外れてボールです。ボール先行です。ここはバッターの裏をかきたいですね。なるほど、そうですか。痛烈な打球、スタンド一直線、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターはダイソーから起用されている和田。初球打ち、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあバッターボックスには先発の西が入っています。まあここまで高騰してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい、バッターボックスには代打の亀山。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。
さあまず1球目打った、フェンス直撃、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。切れていきます、ファウル、ここもファウルです。これもファウル、打ちました、ショート取った、一塁送球、ツーアウトになりました。2番バッター近本、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、今度はしっかり初球打ち、ワンバウンドヒットになりました、ホームに送球、これで3試合連続安打、ツーアウトランナー三塁一塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン、初球でした、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ベイスターズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは石田。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球簡単にストライクを取ります。2球目決まっています。緩いボールを持ってきました。打った、石田掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。打順はトップに帰って神里、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね、はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。フォアボールのランナーが出ています。インコース決まった、ノーボールツーストライク、アウトコース見送っています。打ちました、ショートが前に来る、真由美二塁を送ります、アウト、ここは二塁をアウトにしています。2番バッター宮崎、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。いいボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。あっという間にツーストライクです。打ちました、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。新庄掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。これから9回タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。パットンがマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがどうでしょう。まあ、援護はないのは正直辛いですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待つしかないですね。そうですよね、味方打線の奮起期待したいところです。引っ張った、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球、ライトポール際、判定はファウル。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。
打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。打った、ショートが抑えた、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。打順は8番木戸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。次が2球目、打った、サードランナーホームイン、タイガース追加点、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれて引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、今日振り返ってのポイントですが、やはりエースを打ち崩せなかったというのは大きいですね。いやもちろんですね、点を取らないと勝てないんですけれども、まあやはりね、エース仕方ないですかね。相手を褒めるしかないですかね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはDeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来